演歌演歌マイナスは日本の歌手中森明菜の演歌楽曲を中心としたカバーアルバム。このアルバムは2007年6月27日にユニバーサル・シグマよりリリースされた。演歌演歌マイナスは歌姫シリーズ完結後の新たなカバーアルバム企画で演歌楽曲を中心としたカバー集である。このアルバムは2007年6月27日に 通常版、初回限定版 A、初回限定版 B、カセットテープ版、デジタルダウンロードの5種類で、リリースされた。カセットテープ版でのリリースは、カバーアルバム、歌姫以来であった。計5種類のうち、初回限定版 B のみ、テレサテンのカバー曲、空港が収録され、全14曲となった。また、デジタルダウンロードでは、悲しい酒を除く。 全12曲の配信となっている。初回限定版 B には、初回限定版 B の収録曲全曲のインスト CD が収録された。初回限定版 A の特典 DVD には、演歌秘蔵レコーディング映像に、歌姫シリーズに続いて、本作のアレンジとプロデュースを手掛けた、千住明と中森による、演歌対談に加え、初 DVD 化となる、花よ踊れ、チャイナタウン。 いい日旅立ち、あの夏の日のミュージックビデオも収録された。中森は、千住とともにこのアルバムのプロデュースにも加わっている。本作の通常版、初回限定版 A、初回限定版 B、カセットテープ版は、歌詞カードなどを含むディスクジャケットの内容がそれぞれ異なっている。ジャケットの種類としては2パターンで、初回限定版 AB では、 バサンを乗せ特殊メイクを施された中森のバストアップ写真となっており通常版及びカセット版は華やかな髪飾りに同様のメイクの中森を映した内容となっているこの特殊メイクや装飾と重厚な衣装で臨んだ撮影は丸1日をかけての作業となったこのアルバムのディスクジャケットは アルバムのイメージと連動したものでという中森の希望により外国から見たエキゾチックな日本というコンセプトで制作された。ユニバーサル・シグマの藤倉奈マネージングディレクターはジャケットについてハリウッド映画で描かれる怪しく大敗的、それでいて魅力的な日本を再現できたと語った。また、ジャケットにある演歌の題字はクーガーとミラン、ミラン名義で 中森も担当している。このアルバムの収録楽曲は、インターネットによる楽曲投票をもとに決定された。レコーディングは2007年5月から2007年6月にかけて、517スタジオ、サウンドシティ、ビクタースタジオ、ワーナーミュージックレコーディングスタジオ、ウエストサイド、ザックスタジオで行われた。本作とともにオムニバスアルバム。 中森秋菜選曲演歌集演歌も同時発売された。このアルバムは演歌演歌マイナスに合わせて企画されたコンピレーションアルバムで本作でカバーした楽曲のオリジナルを収めている。このアルバムの発売記念企画として2007年4月12日から2007年5月15日の間収録楽曲のリクエストが実施された。投票者数は2万を超え、 当初上位10曲の発表予定を反響の大きさから上位20曲まで発表した。投票結果発表時には上位3曲の天城越え夜桜を7越冬ツバメつばめのレコーディングの決定が収録楽曲の発表に先駆けて伝えられた。この投票結果をもとにレコーディングする楽曲が選曲された。楽曲応募特典として抽選で 中森直筆サイン入りグッズがプレゼントされた。注釈、ヒット祈願が行われた、豊川稲荷東京別院の本殿リリース前日の2007年6月26日に、このアルバムの商業的な成功を目的に、東京都元赤坂にある、豊川稲荷東京別院にて、ヒット祈願が行われた。中森は、芸能の神を奉る、この寺院の本殿に適当を受けた後、 納しているこの同日の午後9時午後9時30分には、このアルバムの発売を記念して、ヤフーライブトークに出演した。本作の15秒スポット動画も制作され、この動画は、演歌演歌マイナス TV スポットとして2009年7月リリースの映像作品、クリップ2002から 2007& モアに収録された。なお、この映像作品には、本作で収められた。 このアルバムのレコーディング風景と戦術と中森による対談の映像が再び収録されている。また、購入特典のキャンペーンも行われ、オリジナルハッピーと手拭いが、それぞれ5名と200名に抽選でプレゼントされるというものであった。このキャンペーンの対象商品には、本作に加えて、本作と同時発売された中森秋の選曲演歌集、演歌も含まれた。 山野楽器は、本作について、世代を超え歌い継がれてきた数々の名曲を、中森明菜による、新解釈と世界観で再構築しつつも、原曲のイメージはそのままに、老若男女が楽しめる内容に、と批評。ドロップスの岩本宮吉は、中森明菜が期待のボーカリストである、というは周知の事実だが、その周知を遥かに上回る傑作です。と批評した。 演歌演歌マイナスはオリコン週間アルバムチャートの2007年7月9日付で初登場し最高順位10位を記録した。同チャートには計12週にわたってランクインしている。その後日本レコード協会の2007年6月度でゴールドに認定された。また2007年に行われた第49回日本レコード大賞では企画賞を受賞した。 円化円化マイナスのライナーの強り、ありがとうございます。